フォートスティーブンス砲撃は第二次世界大戦中に日本海軍が実施したアメリカ本土砲撃の一つである。1942年6月、日本海軍の囲、e、号第25潜水艦がコロンビア川川口に位置するフォートスティーブンス陸軍基地を砲撃した。当時、日本海軍の潜水艦 E25 は通称破壊及び地上砲撃の任務に従事していた。E25 は 25型潜水艦の一隻で14センチメートル乾板砲や巨雷の他に零式小型水蒸気を搭載し97名の乗組員を有していた。1942年6月14日、イ25はオレゴン州沿岸へと進出した。この際、漁船の功跡をたどることでアメリカ海軍が付設した嫌い腹を避けたという六月十一日十二時三十分頃、 I25 はコロンビア側川口にて浮上した。田ウエはフォートスティーブンス陸軍基地を潜水艦基地と誤認し、これに対する地上を砲撃を決断した。フォートスティーブンスは南北戦争時代に設置された陸軍基地である。第二次世界大戦中には12インチ沿岸迫撃砲や12インチ陰拳式砲台といった極旧式の火砲が主に設置され、 およそ2500人の兵士が駐屯していた。田植えは、フォートスティーブンスの砲兵陣地の一つに対する砲撃開始を命じた。最初の射撃は被害を及ぼさず、フォートスティーブンス側では、10管完成を行うのみで王射は行わなかった。この時、フォートスティーブンスでは、混乱に陥りながらも総員が配置についており、監視塔から潜水艦も目視していたものの、敵艦は、 射程範囲外と誤った報告が行われていた。そのため、基地指令は砲火を手がかりに照準されることを避けるべく、応射ではなく防御体制の維持を命じていたのである。E25 の撤退までの16分間に17発の砲撃が行われた。砲撃の大半は、フォートスティーブンス近くの野球場や沼地に着弾していたが、うち一発は、 ラッセル砲台の統治下の真横に着弾していた。また、別の砲弾は電話線を切断して、広範囲での通信と絶を引き起こしている。フォートスティーブンスのアメリカ軍基地内の送電線や、基地外の野球場のバックネットも破壊されていた。一人のアメリカ軍兵士が戦闘配置に着く際に負傷している。その後、訓練飛行中だった航空機がイ、e、2 5を発見し、間もなく、 通報を受けた A-29 ハドソン攻撃機が出撃している。ハドソン攻撃機は E-25 に対する爆撃を行ったものの損傷を与えることはできなかった。この光線による死者はなかったが、西海岸ではアメリカ本土侵攻に対する恐怖と不安が形成されていった。オレゴン州ポイントアダムスの沿岸部では侵攻に備えて鉄条網が張り巡らされた。 南パ船、ピーター・アイルデールの断崖も障害物に組み込まれ、終戦までそのまま放置された。また、一発がゴルフ場に着弾しており、現在そこには記念碑が建てられている。E25 はその後もアメリカ本土沿岸での作戦に従事し、1942年9月には霊式、小型水蒸気を用い、アメリカ本土爆撃を成功させている。 ポートスティーブンス砲撃はアメリカ本土の米軍施設への攻撃としては、米英戦争以来のものであり、また第二次世界大戦中に行われたアメリカ本土の基地への唯一の攻撃事例である。ありがとうございます。